はい、というわけで先ほどの続き、勤労の義務と全体の奉仕者と解釈すれば、そう、財務公務員にもそう労働基本権を与えるべき、この解釈に基づいて、そう、葬儀権、つまりこれデモに参加できるんや。皆さん何、そう、あれもここに一緒に参加します。あれと同じように労働基本要求しましょう。最低賃金、あなた瞬間にんな最低賃金要求しません。もう言いましょう、実は2000円引き上げ。特別会食で豊橋行きは終わりにしようにはなります。列車は8両編成で車内が禁煙です。車内が前から6両目と後ろの2カ所にございます。お客様にお願いいたします。列車発車間の駆け込み乗車は大変危険です。お読みいただきましてご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用がマナーモードにっていう解釈ができます。そうやってみればこういうのがあるんですよね。また混雑時いいんです警察官電源をお切りいただきますようお願いをいたします。さあ、はい、おもしこばいな。次は終わりちろんやりとまります。してだらべっこやりまんもとよ。私のデモ更新終わりちろんやデモ更新邪魔するよ。なに邪魔するよ。どうかな、ちょっと怖い。まあ、ちょっと、あっち行こうか。うん、あっちの、さっき、あんなにしますか。別の場所行こうか。おじ裏とかに。なんだ、お前。でも、邪魔したな。ちゃんと許可取って、ね、こういう運動してるんやぞ、OK。同僚もね、参加してるよ。でも、今回、ね、私は今回、ね、警備もやってみるよ。警備もやってるからね。戦友がいるからな、そこに。からね、警備を借りて、ね、風邪的こういうの参加してるな、そういう風に言えばいいんやな。警察たち羨ましいなって思いでこういうのに参加してない、俺たちも参加して嫌いみたいな。もう何で警察官もさ全部笑うんだ。推進運動はあんなんじゃなくてさ、笑うの外に出てプラカード上げてノー運動しようって、抗議運動したいって言い始めみたいな。労働基本って認めてくれってもう言い始めたいな。そう、上に言い始めて、そう言ってください。そら政権とかにも言ってください、労働基本って言ってください。本当にもうこの昨日立場やったら言い始めたいな。お嬢だけやるぜ、あの言い始めたいな。入ってくださいしょうしょう、もうしょう、もう偉いさんたちも行ってください。もう、もう、わぁ、初めてでしょ。ちょ、お願いします。ちょ、現場からも労働権を見てみてください。もう葬儀権解釈したら、そう、こういうデモに参加できます。もうです、機会なんです。認めないです、認めてください。こう待ってるよ、もう閉まってねえよ、メールに。違うなってきたよ、大人と会社に。大丈夫、笑えないもんだね。ああ、言ったよ。そうなんや、みんな一緒になんとかして。うん、こんなに改革とか言ってみたら、ね、全然消極的ない。何のためや、有志が会員参加してるんですか。みんな会社に行くとあとしか雇用じゃん。もう一回みんなも地元で、ね、工場会とかに行ってんの嫌だね、なんとか言ってくれないよ、知事もしちゃう。すまない、日本政府は、まあ、法律で何も対応できないよ、すからないんだって、お願いします。もう行ったんですよ、本社。親がいたちも、まあ、政府の交渉、選択中だ、交渉になったら、団体交渉権になったんで、すまない。団結系の団体交渉権行使者にみたいにお願いしますから、本当に検討してください。海外に行かず日本の冷たすぎる市場とか、
金融市場が冷たすぎる、金融社会市場冷たすぎるって、苦情を稼ぐのは何の会お願いします、お偉いさんだったら言い始めたよ、もう最近野党に、もうお願いします、どうしよう、お願いします、言い始めたよ、もうもうあれ、もう助けてて、もう経営者の人たちも多分ね、まあここから本気で、多分連休はない、なんか自発動画で、そんなことしたらね、金融機関もよく芸能事務所とか、ああいうところ本社もな、全部10日の休みになるからできるから、みんな平日とかに時間余ったら役割行って手続きとかあるんや、そのある場合もあるんや、と思う、あんまりね、単純明快な日本の官僚で、本当は庶民官官ない、警察官と検察官は違うね、弁とか違うね、もう状況も変わってるし、そうじゃなくて、そのああいうケースワーカーとか、ああいう人たち、まあ、要はあれやろ、福祉サービス、早めに手続きするんやったら、もう、そんな、ね、知事の言いそうな県庁所在地、もう取り消して言えばいいや、ちゃんと了承するには大事な手続きやから、言えばいいのに、なんかスケジュールとか、ダメらしいね、ほんまびっくりやな、相当資格応用者、早めに手続きしてくれと。そう年末、もう年末やから、そう混雑するんや、そう税務確定申告で、そう行列並ぶんやって、その1ヶ月足りんねんて、もう行列並んでるんやって、しょうがないけど、並んでますからね、行ったことあるんやって、確定申告で、行ったことあるんや、そのびっくりやって、行列並んでますよ、お前、車でも、こういう車でも、そうむちゃ並んでるんですよ、こういう駐車、こういう道に、全部、一律に並んでて。です警察官もう、ね、職員が警備員と一緒に警備するわけで、皆さん並んでください、そう今コロナの件なんで、そうちょっと3名ずつ一律で、あ次の方はちょっと1メートル以上離れてください、はいはい、ここで止めてください、はい次の方どうぞどうぞ、うん、一応大抵税務署ね3名ほどいるからね、ここにある、はい、次はどこだ、うーん、これどっちでもいいね、行ってくれるか、うーん、はい、大体よく正面勘違いするんだよね、ちゃんと身長が正面ね、ちゃんと見るから、うん、なんか感じでこうなってきた、他人明快、多分今の公日本の公務員だ、多分商業的にはケースワーカーじゃない、ああいう人たちが基本的に否定できない、ありがとうございました、警察官とか検察官とか法務官とか、ああいう人たちが結構労働基本的に、ああ公務員を守る立場の人たち、ああもう認めてくれてやるみたいな、全然検討してない、俺だったら労働基本権あるやん、ケースワーカーね、病床入れないとなんか A 型事業所とか B 型事業所とか、それはちょっと俺も法律見直すわ、ちょっと問題視した単純に更新はな、2年に1回でいいわ、1年に1回って早すぎんか、2年に1回いいと思うわ、様子見ないと2年間大体そうやろ、会社するの2年間ってなってきてるんやん、5年以内とかもうやめよ、そんな工程あとよ、就職しろしろ気にしないよ、ね、もういいんやん、逆に言うとディズニーはなんか数秒間あれはもう仕事先はもう決まったんで決定したんやん、もう事前にちゃんとしてたんや、ちゃんとみんなに会社設立とか、うん、検討してようやく実現したんや、決定して別に無理やりしたわけだよね、ちゃんと会社設立環境が整ってるからやってみんな受け入れたんや、ちゃんと同意書、うん、日本とは違うからね、そこが日本とは違う、さすがアメリカもヨーロッパも中国も寛大ですよ、もっともっと進出したいって言うとだろうな、共産党の応援なんかで、我々が人間も、だから日本の市場に対して文句言いくら心配しないぐらい、財界経営の親御さん経営の形になって、まあというわけでこういうことです。以上です。